カルチョビットやっていきたいと思います。ゲーム動画でいこうです。さて前回ですね、女子選手を一人、手に入れました。このですね、美穂、50万です。めちゃくちゃお安いです。しかもまだポテンシャルが上がりきってないので、上積みが見込めます。新町ルドルフにいた選手みたいですね。これでフォワードは増えましたので、ちょっと変えてみますか。フォーメーションの方をオーソドックスに422に戻します。で、ミホを、育てていきたいので、基本はツートップなんですけど、こんなメンバーなんですけど、こうかな。で、綾香を裏側に変えて出すと。このメンバーが基本のスタメンになるんですけど、まあ、試合によって変えていきたい。練習試合、あ、ごめんなさい、練習試合では両手下に回して選手の疲労防止を図りたいですね。さて、今回練習試合として N1 です。 N1 が3チームいます。 N2 のキャッツ合図っていうのもいいかもしれないです。今回はどうしましょうか。武蔵野放熱行ってみますか。さあ、スタメンですけど、どうするかな。ベスト選手といくか、ミホをちょっと使ってみましょう。くるみを下ろしまして、ミホを代わりに入れます。で、あとは、そうですね、こんなあたりでいいかと思います。キーパーはまあいらないでしょう。というわけで、まあ練習試合なんで関係ないですけどね。さあ、マークする選手ですけど、普通は怖いですね。まあ簡単にですね、これは強いや。漫才も怖い。パドエルですね。これらをマークしたいと思います。はい。では、キックオフです。さあ、七子から、まどか、浜田へ、そして藤原。おっと、緑に、届かなかったか。やっぱり N1 ですからね、そうそう簡単に、取らせてもらえません。フィジカルもキック力、キックの正確性も上ですからね。さあ、まどか。まあ、ここはまあゾーンを徹したいですね。あやかがいとって、7個。縦パス、思ったより飛びましたね。そして、川上が、シュート明けを行き合いますね。なかなか、うまいブロックを見せます。緑が、これオフサイドですか。さーて、放熱8という名前だから、黄色をベースにした感じですね。おっと、これすごい。おー、なんとか耐えました。
課題をどんどんいただいてます。やっぱりどんどん強くしたいですからね。7個飛びますね。もうスタミナを消耗度もやっぱりこちらのチームの方が消耗してる感じですね。三木本をまどかに比べて入れてみよう。羽生田、深澤に一度交代して、まあまあ検討はしてますね。押されてはいますけど、まあ、こちらはちょっとチャンスをなかなか取れないというのがやっぱり圧倒的不利で、いつか点取られるとは思うんですけど、あ、ちょっとこれはまずいですね。お、ナイスです。また取られちゃいました。おっと、苦し紛れですね。これはいい流れ。さ、3人を交代させまして、試合プレイ、美穂が、続かなかったですね。お、美穂うまく食らいついていきますね。さあ、どうだ？ああ、入られた、初見が。ロスタイムですね。ロスタイムに弱いか。あ、ここで試合終了です。そうですね、こちらのチームはやっぱりゴール前は持っていくのがすらできなかった感じで、相手が何度もチャンスを作って、それがあの最後の初見のゴールにつながったというので、力差は絶対ありますね。さあ、それがこのシュートのシーン、頭でこう合わせて、ゴール。キックの正確性も違いますよ。ボールを支配されてて、1本しかシュートを打たせてもらえなかったんで、この時点で力はさ、歴然としてますね。お、臨時コーチだって。ペイさん？おう、関東、いつも応援しています。私はクラワッカリバーズの熱烈なサポーターでもありますからね。ミニキャンプが課題だと思います。いっぱい宿題出しておきましたよ。さあ、こう言われたからには宿題に答えるしかないような。選手、女子選手いないのかな。いなさそうですね。さあ、得した方がいいのかな。N1 がいますね。再び練習試合やりましょう。さて、どこがいいんでしょうか。佐世保ドックス、高知四万十ス、函館、ペンカー、ユノペンタゴンじゃないけど、函館ペンタゴンにしましょう。さて、今回は、ひなたと美穂を選定出したいと思います。マロカを先頭に出して、あとはみんな男子選手で締めたいと思います。こっちと浜田に変わって千歳ですね。で、夏季に変わって広岡、これで行ってみたいと思います。実は今日こう行ってきてマークする選手は
入り口をマークして、この辺協力ですね、守りのチームなんでしょうか。さあ試合開始です。まあ、周りは硬そうなので、どこまでゴール前迫れるかですね。縦パス出していきたいですね。そうですね、縦パスを、まあ、まだまだなかなかうまいことはいかないです。 OK です。まどかから、そしてメガ口、あやか、おっと、あお、惜しい。あやかもいいシュート打ったんですけどね。おっと、これは、あっと、はい、点取られました。深見が、この深見か尾形、いい連携プレーですね。まあ、今日はすごく寒かったです。おっとピンチ過ぎました。おお、反則取られなかっただけラッキーでしたね。お、縦パスから広田、ノンホイッスル、こちらも。センタリング上げて、これは防ぎました。まあ、スピードがなんかすごいですね、アイコ。おー、もう力押しで押してきて、点取っちゃいますね、相手方は。アイコから、ノエル。見事に点取られました。早い。もうノエルが。これは2点目取られたかな？おー、ゴールバーです。縦パスから、窓か。うわー、抜けましたね。おっと、これはコーナーキック。残念。さて、おっと、取りに行ってるぞ。こういうの多いですね。お、窓から抜けた。ラストチャンスですね、これ。あー、取られちゃいました。2対0でした。やおい。やおいから、深見へ行って、深見がいいセンタリング。そういう尾形がきっちり合わせる。もう入り口、完全に抜けられてたんですけど、遠すぎました。そして、ノエル。もうどんどんずんずん前へ進んでいきますね。で、アイコ、ここで、あっさり拾うんですよ。で、前に出して、ノエルが、決めちゃうと。ここで、ね、完全に抜けられて、やばかったんですけど、ゴールポストで救われました。まあ、とはいえ、やっぱりゴールが遠いですね。手も足も出ませんでしたね。どんどん鍛えて強くしていかないといけないですね。ということで課題も手に入れられましたので、頑張っていきたいと思います。さて、女子選手はいるかな。次は男子選手ですか。
さそうですね。全員男子選手です。次が、また N1 ですね。クイズ力をつけろということなんでしょうか。広告です。RPG ですね。ドラゴンの RPG。 なんだろうこの卵は。ドラゴンエッグっていう RPG 見た。結構あの評判いいみたいですね、ドラゴンエッグって。さあ、スペシャルメニュー、ブラインドプレーンっていうのをゲットしました。トップしてみましょう。まずは、キーパー。なんでしょうね、このブラインドプレーンって。あえてユリカロダンス。また、広告ですね。なんだこれ。お、飛んだ。赤面してますね。お、武器をゲットして。ゴッデス、波を奇跡。これも評判いいですね。MMORPG だって。面白そうですね。そっと効果が2倍になりました。ハートですね。これを良さそうな感じ。まあ、勝手な器用ですかね。いつも通り。さあ、ナナコがボールをマジシャンを。お、これでステータスがアタッカーに変身しました。ブラインドプレーンっていうのをちょっと試してみましょうか。セットプレイ、ディフェンディング、ウェイトの3つですね。友情のホットライン。パスエアロビクス、ミニキャンプ。おっと？なんだろう？お、また動画が来た。ロード・オブ・ダンジョンですか、今度は。エリアを広げて領地拡大。マネージメント。おー、できて。経営はして。これ、経営ゲームなんでしょうかね。間違えました。OK です。で、国民ですけど、ボンバーヘッドを行きましょう。新加入のミホも。確実に、クリアしたい。できれば、体力を上げたいですから、これ、スティールハートを、上げましょう。これで、女子選手は、ミオがまだ残ってますね。マレーシアっていうのもありますね。これで、女子選手全員ですね。現在の、私どものチームの傾向です。次がストライカー、ナナコがアタッカーですか。
とか、B とか多いんですけど、控え選手はやや見劣りますね。まだまだ強くしていかないといけなさそうです。はい、ということで、この動画は、ここまでとなります。いつものように、チャンネル登録、いいね、プレイリスト、ブログ、ツイッター、はい、こちらにアクセスしていただければ嬉しいです。最後に、関連動画やプレイリストも、掲載しますので、そちらから別の動画とか、動画リストにアクセスしてみてください。はい。というわけで、次回もまだ練習試合ですかね。やっていきたいと思います。で、いい10選手が上がれば、獲得に動きたいと思います。はい。というわけで、次回も楽しみに。ゲーム動画で行こうでした。